リチャード・ボニング、リチャード・ボニングは、オーストラリアの指揮者。シドニーに生まれたボニングは初はめピアノを学び、14歳で、クリーグのピアノ競争曲を弾いてデビュー。ニューサウス、ウェールズ音楽院で学んだ後、1950年に、都営、ロンドンの王立音楽院で、ブゾーニの弟子にあたるヘルベルト・フライヤーについて、ピアノを学び続け、ロンドンでピアノのリサイタルを開く一方、 同じオーストラリアから王立音楽院に留学していたソプラノ歌手、ジョーン・サザーランドとの出会いによってオペラへの関心を深めていくことになる。1954年、サザーランドと結婚したボーニングは指揮者への転校を決意。1962年にローマ聖チェチーリア音楽院還元楽団で指揮者デビューを果たした。1963年にはバンクーバー歌劇場で グノーの歌劇、ファウストを振って、オペラデビュー。さらにその翌年には、ロンドンのコベントガーデン王立歌劇場、1970年に、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場に、デビュー、1975年から1986年に、かけては、オペラオーストラリアの音楽監督を務めている。以上の経歴からわかるようにボニングは、主としてオペラ畑のポストを渡り歩いており、 長年ベルカントオペラの研究をしていたこともあって、この方面で忘れられていた作品の復活疎遠に尽力している。またワーグナー・ソプラノを目指して、ソプラノ歌手を目指したジョーン・サザーランドに、コロラ・トゥーラに転校するよう助言したのもボニングで、ロイヤル・オペラ・ハウスが、夫人・サザーランドに、ワーグナーや、リヒャルト・シュトラウス作品の役を与えようとしたとき、ボニングは、 歌劇場当局に抗議したという。自身もドイツ系のレパートリーは中心には据えていないが、モーツァルトやウィンナー・オペレッタには比較的熱心であり、メトロポリタンオペラのレパートリーにメリー・ウィドウを加えようとして拒否されたこともある。バレエ音楽の指揮者としても有名なボーニングは1975年にメトロポリタン歌劇場に帯同して初来日。 1978年にもサザーランド夫人のリサイタルの伴走指揮者として再来日している。ありがとうございます。